山本博士は、日本の政治家、公明党所属の参議院議員、厚生労働副大臣県内閣府副大臣、財務大臣政務官、参議院消費者問題に関する特別委員長、総務委員長、災害対策特別委員長、公明党参議院国会対策委員長を歴任した。1954年12月9日、愛媛県山田浜市に生まれる。 ヤワタハマ市立松陰小学校、ヤワタハマ市立八代中学校を経て、愛媛県立ヤワタハマ高等学校に入学。中学、高校と卓球に汗を流し、高校ではチームとして四国大会ベスト8に入った。高校を卒業後、慶応義塾大学に入学。可能性をどこまでも信じ抜いてくれる友人や恩師との出会いが、人生の大きな転機となった。 大学を卒業後、日本 IBM に入社。29年間、営業に従事し、年間売上目標を12回達成する。社内部門 MVP も獲得した。人材育成を担当し、独自の研修コースを開発。全国、約1500人の営業職、システムエンジニアの育成に携わる。東京在住の、約15年間、町内会の活動にも参加。 交通部長、副会長として、防火、防犯パトロールなどを行った。また、若者の就職活動を支援する、特定非営利法人、NPO 人材アカデミーの理事を務め、シンポジウムや講習会を開催するなど、若者の就職支援を続けている。長女が2歳の時、睡眠障害などを伴う、重度の知的障害と判明。妻と2人で介護。 子育てを続け、障害者団体主催の訓練や行事に長女を連れて、積極的に参加してきた。山本は娘を通して、いろんな世界を見ることができ、謙虚さを学びました。平凡なことに幸せを感じ、感謝の思いが込み上げてきましたと語っている。こうした苦闘の経験が政治を志す大きな原点となっており、国民に尽くすことが政治本来の使命。 悩める庶民の側に立った、優しさこそ政治に必要との信念を掲げ、社会的弱者に温かい手を差し伸べる福祉のネットワークづくりや、子育て支援策の拡充、立党振興などのテーマに取り組んでいる。2007年に初当選してからは、6年間で1500を超える障害者や介護、教育関係などの施設を訪問。国会論戦は120回に及び、 声なき声を国政に届け続けている。2019年7月の第23回参議院、議員通常選挙では、党の規約では、任期中に69歳を超える場合は公認しないと、あるが、当時64歳で特例で公認された。ありがとうございます。